こんにちは。今回はちょっといつもと趣旨を変えて、夏用に買ってよかったアイテムっていうのを紹介していこうと思います。で、今これ撮ってるのが6月なんですけど、まあ、だんだん気温も上がってきて、僕埼玉ですけど30度になったりとかしてきていて、これから暑さも厳しくなっていくと思うので、夏向けに買ってよかったものとか、あとは逆に失敗したもの、普通だったものっていうのも紹介していこうかと思います。まあ、今回はパーツとか、まあ、BMX っていうよりはどちらかというと雑貨とかアパレルとかがメインになってきます。最初の1個目、これだけちょっとパーツって言ったらいいのかわかんないですけど、グリップテープですね。 BMX に使ってるグリップテープです。これ前に動画で紹介したことがあるんですけど、 Amazon で売ってるゴルフとかテニスとか、まあ、バドミントン用のグリップテープです。で、これがめちゃくちゃ安くて、これが999円で10本入ってるんですね。まあ、1本分でハンドルの片方。だからまあ2本使って、1回分って感じなんですけど、これはね、他のグリップテープと比べてかなりコスパがいいです。まあでもそもそもグリップテープ使ってない人も多いと思うんですよね。で、僕の場合は動くともう汗が尋常じゃないぐらい出て、同じライダー仲間からも結構心配されるぐらい竹のような汗をかくので、その手の方にこう伝っていくと、もうグリップがびしょびしょになって、夏場とか滑って全然練習にならないんですね。で、昔先輩ライダーがグリップテープを、テニスのグリップテープ巻いてるのを見て、それ試してみたらめちゃくちゃ滑らなくなって、それからはもう必ず夏場は巻くようにして、まあ夏場以外も使ってるんですけど、かなりおすすめなので、手汗で困ってる方はぜひ使ってみてください。で、僕は夏場はペグにも、フロントペグにも巻いたりしてます。で、テニス用のグリップテープとかの方が若干感触はいいんですけど、3、4本分で千何百円とかするので、コスト的にはこっちの方が全然断然いいです。1000円ぐらいだ。まあ、なんかもっと安い600円台で10本とかも売ってたんですけど、それはちょっと評価が悪かったんで、買えませんでした。まあ、グリップテープ、デメリットとしては、転んだ時に地面につくと削れやすいので、まあ、それがちょっとね、デメリットかなと思います。はい。次は雑貨なんですけど、はい、これですね。ボトル。水筒ですね。ブリタっていうところの中に浄水のフィルターがついてるやつなんですけど、こういう風にフィルターがついてて、中にその辺の外の蛇口とかから水道水入れて、このまま飲むとフィルターを通して浄水にしてくれるっていうやつです。で、僕夏場とかめちゃくちゃ水飲むので、2、3時間 BMX 乗って500のペットボトル2、3本ぐらい飲むんですよ。3本ぐらい飲むから。毎回3本とか買ってると結構な出費になるんじゃないかと計算したんですけど、まあ、1日3本飲むとして、月に15日間乗ってるとすると、月で5400円飲み物代でかかるってことなんですよね。これって結構なんかもったいないなと思って、あんまりジュースとか飲まないので水だけでいいんで、これを持ってってその辺の水道水汲んで飲めればいいかなと思ってこれ使ってます。で、実際、これ通す前のその辺の水道水飲んでみて、これ通した後飲んでみたら、やっぱり全然違いました。臭みが消えるっていうか、まあさすがにそこはちゃんとね、してるんだなと思いました。気になる点としては、これ保冷が全然効かないんですよね。カバーとかつけないと全然保冷してくれないので、まあすぐぬるくなっちゃうっていうのと、まあフィルターは数ヶ月に一回交換しなきゃいけないっていうのはあります。すごいこれ軽いんで、僕は結構好きなんですけどね。Amazon で1400円ぐらいで売ってて、この間その辺の家電量販店で、なんかワゴンに入ってて800円とかになってました。あんま売れてないのかもしれないです。ここからちょっとアパレル、洋服の紹介になるんですけど、一応僕、高校卒業した後に、新宿の文化服装学院っていうアパレルの専門学校に3年間通って、アパレルデザイン科っていうところだったんですけど、まあ、デザイン画を描いたりとか、そのデザイン画を元に製図をして、生地を買ってきて、まあ、自分でカットして、ミシンで塗ってっていうのをずっとやってたんですけど、最初はスカートから始まり、ジーパンを作ったりとか、水着を作ったり、コートを作ったりとかいろいろやってたんですけど、あとは座学で素材論の勉強だとか、まあ、ファッションビジネスだとか、いろいろやってきたので、まあ、仕事レベルじゃないにしても、まあ、多少の知識はあるかなと思います。で、アパレルはまず、T シャツから、紹介します。まず気に入ったのがこれですね。ノースフェイスの T シャツですね。これは綿78、ポリエステル22ですね。で、これがめちゃくちゃ好きで、もう一着色違いを買いました。
これがだいたい金額が6000円ぐらいなんですけど、生地がかなりしっかりしてるんですよね。なんというか全然へたれない。 T シャツって3000円から4000円ぐらいとかのものだと結構よれるものが多くて、特にこの首の襟首のあたりが何回も洗濯してるうちによれよれになって伸びて戻らないみたいな感じになって、僕はちょっとそういうのが嫌いで、ノースフェイスはだいたい5000円から6000円より上になってくると結構生地がしっかりしてるものが多いです。3000円4000円台はあんまり良くなかったのが多いです、ね、あとは綿100じゃなくてポリエステルが若干入ってて通気性も持たせてるような感じです。まあ、とは言っても多少ね、夏場の汗はさすがに全部逃がせないので、びしょびしょにはなるんですけど、その他の T シャツと比べると結構使用感がいいかなっていう感じです。ただなんか微妙だったのが、サイズ感が、僕普段 L を着るんですけど、これ L 選んでもなんかすごいぴったりっていうか、ちょっとちっちゃく感じるくらいでした。これは結構おすすめです。続いて、これもノースペースなんですけど、これが確か8000円から9000円ぐらいするやつなんですけど、まあ色結構これ派手なやつ選びましたけど、普通にあの黒とか白とかもあったと思います。で、これはね、めちゃくちゃ驚くぐらい速乾性がすごくて、こんなに早く乾くかっていう、ちょっと感動したぐらいすごい T シャツです。まあ洗濯してちょっと脱水するともう着れんじゃねえかなってぐらい速乾性がすごいです。ところどころメッシュっぽくなったりとか、こう場所によって、その折りが切り替わってるのが好きです。で、ノースペースのロゴもちょっとさりげない感じです。で、これはポリエステル 74% のポリプロピレン 26% ですね。まあ、綿は入ってない感じです。で、ノースフェイスの生地って、ポリエステルでもあんまり化学繊維っぽい肌触りに感じないものが結構多くて、ポリエステルなのに質感がいいというか、なんかその辺の、例えばユニクロとかのポリエステルとはちょっとまた質感が違うというか、そういう結構特殊な生地が多いです。これは本当にストレスの少ない1枚なので愛用してます。ただね、あんまり T シャツに8000円とか僕普段かけないんですよね。これはたまたま僕の誕生日の時に妻が何欲しいって言ってくれたので、これと、まあ、次にちょっと紹介するもう1枚も買ってもらったんですけど。はい。続いて、これもノースフェイスです。いや、ノースフェイスね、もう大好きなんですよ。こっちはね、本当になんか光に当てると透ける、ちょっと透けるぐらいのニット感の強い T シャツです。ざっくりしてる感じ。今持ってるノースフェイスの T シャツでは一番気に入ってるやつです。裏もちょっとあんまり目立たないような折り加工で文字が入ってます。これはもうさっきのよりももしかしたら通気性がいいかもしれないですね。これがだいたい6000円から7000円ぐらいだったかな。結構ざっくりした T シャツで結構網目が粗い感じなので、まあそれでめちゃくちゃ通気性がいい。汗でビチャッとなる感覚が全くないというか、なんていうか汗が染み込むところがないみたいな、そんなイメージですかね。その代わりちょっと肌触りが若干チクチクするかもしれない。ザラザラしてる感じなんですよね。なので、販売員さんからはこれの内側になんかインナーをもう一枚着た方がいいですよっていうふうに言われたんですけど、僕はそんなに気にならなかったのでこれ一枚で着てます。まあこんな感じでなんかノースフェイスの T シャツばっかりなんですけど、なんかね、いろんなメーカーも試してみたんですよ、T シャツは。これはナイキのやつですけど、4000から5000くらいだったかな。デザインとかもね、好きなんですけど、やっぱりちょっと汗の染み方がすごい、速乾性に欠けるみたいなところがあって、まあこれもやっぱ 100% 綿なので、まあ速乾性は期待できないですよね、あんまり。かといって、そのポリエステル系とかポリウレタンとかの速乾性のある生地を選ぼうとすると、ナイキとかそういうスポーツブランドだと結構スポーティーなデザインになりすぎちゃって、ちょっと BMX に合わないかなっていう、個人的な好みではあんまり選ばないようなものになっちゃうんで、そのカジュアルな見た目だけどスポーツウェアぐらいの性能っていうのが欲しいなっていうのがありました。あとはね、こういうオークリーとかも試してみたんですけど、まあ、オークリーとかだとまたなんだろう、ゴルフウェアっぽくなったりとか、カジュアルにも使えるのもあったりするんですけど、スポーティーのデザインが9割ぐらいかなっていう印象です。やっぱそういうのを考えた時に、結局このノースフェイスが一番良かったなっていうのが、僕の印象です。まあノースフェイスの会社ってゴールドウィンっていうところで、ノースフェイスとヘリーハンセンと水泳とかのスピード、あとはエレッセとか、その辺がゴールドウィンの会社のブランドなんですけど、やっぱりノースフェイスなんかはね、登山向きの服なんかも結構売ってるので、やっぱ生地の開発力がその登山に向けて
作ってるので生地の性能がめちゃくちゃ高いのが多いんですね。登山って結構命がけの環境だと思うので、その体温をいかに冷やさないように汗を素早く発汗させるかとか、そういう技術力が問われるところがあるんで、やっぱその技術力を応用した服っていうのが多いので、その辺の普通の服のメーカーと比べちゃうとやっぱり性能がすごいいいなと思います。あと僕がその洋服の専門学校を通ってた時に、ノースフェイスの会社のゴールドウィンの方が一回講習で生地を見せに来てくれたことがあったんですよ。開発してたやつを。で、MXP っていう生地なんですけど、実演してくれて、まあその生地にアンモニアを染み込ませて、どのぐらい匂いが消えるかみたいな実験というか、そういうのを目の前で見せてもらったんですけど、それを結果がやっぱりすごくてっていう感動もあったので、なんかね、やっぱりノースフェイスは気に入ってるんですよね。特に5000円から6000円より上の金額帯に関してなんですけど、これとかも多分もう5年ぐらい着てるんですよね。5年ぐらい着ても全然首元がへたらない。あとはまあこういう高機能な生地作ってるところで言うと、まあ登山のメーカーとかだとモンベルとかコロンビアとかあるんですけど、モンベルとコロンビアは個人的にはちょっとデザインが登山寄りすぎるかなっていう感じで、登山服として売ってるから当然なんですけど、 BMX 乗るときに着るってことを考えると、まあノースフェイスぐらいタウンユースというかカジュアルなデザインの方が好きですね。 T シャツで7000円8000円とかって結構高い印象ですけど、でも3、4000円の T シャツを買ったとして、僕の感覚だと2シーズンぐらいしか持たない気がするんですよね。だから2年ぐらい着るともう首がよれたりとか、早いと1年とかで捨てることになったりっていうのがあると思うんですけど、4000円ぐらいの T シャツで2年しか持たなかったら単純計算で1年あたり2000円ってなるんですけど、7000円の T シャツ買ったとして5年着たら1400円ですよね。1年あたり1400円って考えると、まあ、機能性も良くてコスト的にも長い目で見て安く済むっていうことを考えると、まあ高い T シャツを買うのも悪くないかなと思ってます。まあちょっと BMX だとね、ハンドルが引っかかったりとか、なんか転んだりして破れるリスクっていうのはちょっとあるんですけど、まあその辺も考えながら買ったらいいのかなと思ってます。次はね、おすすめのサンダル。サンダルというか、まあ一応スニーカーっていう風にはなってるんですけど、これです。見たことある人多いと思うんですけど、キーンのサンダルですね。これはめちゃくちゃいいです。はい。もちろん BMX で使うわけじゃなくて、運動して乗った後に足蒸れて嫌じゃないですか。BMX のスニーカーとか結構蒸れると思うし、臭くなるの嫌だし。っていうので、これを買ってみたらめちゃくちゃ良かったです。もう5年ぐらい履いてんのかな。めちゃくちゃ調子いいです。一応公式のホームページ見たら、これスニーカーっていう風に歌ってます。サンダルっていうよりは。まあただ結構サンダルの感覚で履ける。手軽に履ける感じです。僕は結構普通のベルトのサンダルとか履くと、ベルトの部分が足に当たって豆とかできやすいんですよね。それが嫌で、ベルトのあの硬い感じがちょっと嫌いで、これを試してみたらもうめちゃくちゃフィットが良くて、柔らかくて、履き心地が最高だったんで、これはめちゃくちゃおすすめです。まあ色も結構たくさんあるみたいで、オールブラックとか、すごいカラフルなデザインだとか、ベージュとか、いろいろあるみたいなので、よかったら見てみてください。多分1万3000円ぐらいなんですけど、これはね、僕2万円でも買いますね。じゃあ次、靴下ですね。ソックス。これは、スタンスっていうメーカーのやつです。スタンスってこういうロゴなんですけど、なんか販売員さんの話だと、まだ日本に来てそんなに経ってないブランドだったら言ってました。ベースボールソックスとか作ってるメーカーで、スポーツ向けの靴下っていうのをたくさん揃えてありました。だからちょっとデザインが若干スポーツ寄りのが多かったです。でこれも別にね、そんなにデザインがかっこいいってわけじゃないんですけど、このやっぱかかととか、くるぶしとかによってこう生地が使い分けられてて、厚手だし、良さそうだなと思ったので、試しに買ってみました。販売員さんが言うには、消臭効果がすごいっていうのと、耐久性がかなり高い。厚手だけど速乾性がちゃんとあるっていうのを歌ってたので、ちょっと試してみようと思って買ってみました。ワンペアで3000円ぐらいです。でも正直速乾性に関してはそんなに感じなかったです。結局、蒸れるもんは蒸れるなっていう感じで、これだけ厚手な生地にしては、濡れた感じは少ないかなと思いました。で、耐久性に関しては、まだ僕、ちょっと2ヶ月ぐらいしか履いてないんでわかんないんですけど、この靴下のモデルによっては、絶対に破れませんみたいな保証がついてるモデルもあるらしいです。だから相当自信がある耐久性なのかなと思います。3000円高いですけど、ユニクロの靴下4足とか3足で1000円って考えると、10倍ぐらい、10倍近い、値
値段になるかもしれないですけど、その10倍の耐久性があればいいですけど、10倍ってなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。ただ消臭効果はめちゃくちゃすごいと思いました。これ自転車乗って汗だくになって、この靴下を車の中で脱いんで、炎天下の中放置しちゃったことがあったんですね。車の中にこれ放置して、で、次の日、車に乗った時に気がついて、やべ、これ汗だくのやつ、炎天下の中、車にずっと放置してて、めちゃくちゃ臭いだろうなと思って、こう、嗅いでみたら、あれ全然匂いしないなと思って。だから消臭効果は結構ちゃんとあるんだと思います。まあ、ちょっと商品は変わりますけど、消臭効果っていうことだけで考えるなら、ノースフェイスの、MXP っていうシリーズの生地が使われてるものは、消臭効果がめちゃくちゃ高いので、まあ、インナーとか靴下とかいろいろあるんですけど、まあ、消臭効果だけを考えるなら、そっちの方がいいかなと思います。はい、次はですね、ちょっと雑貨編ってことで、日焼け止めですね。はい。日焼け止めなんか塗ってんのかって話なんですけど、あんまりね、男性は気にしないかもしれないですけど、ちょっと僕の知り合いに化粧品の開発をしてる方がいまして、その方の影響でちょっとね、最近化粧品もちょっとずつ詳しくなってて、今はこの2種類を使ってます。ニベアサンスーパーウォータージェル。こっちがアネッサのパーフェクト UV スキンケアミルク A。まあミルクタイプのやつですね。ここにだいたい SPF50 とか、なんか PA プラスとか書いてあると思うんですけど、この SPF と PA っていうのがまあ重要で、紫外線って、UVA っていうのと UVB っていう紫外線 A 波、紫外線 B 波っていうのに分かれるんですけど、まあ、すごいざっくり言うと UVA の方が肌の弾力を失うようなタイプの紫外線で、 UVB の方が黒くなったりする、肌が黒くなったりする紫外線なんですね。で、 UVB から守るのがこの SPF っていうもので、 UVA から守るのが PA って書いてあるもののレベルになります。で、 SPF はだいたい商品だと30とか、 SPF30 とか35とか50とか、最強のが50プラスってやつなんですけど、まあ本当に効果が強いのを試したかったら50プラスっていうのがいいです。で、 PA っていうのは PA プラスとか PA2 プラス3プラスとこうプラスが増えてって、4プラスがマックスなので、 PA4 プラスを選ぶと、まあ、一番強いやつ感じです。で、その化粧品研究してる方がいろいろ独自にいろんな日焼け止めを集めて、実験器具を用いて実験をして、最強だって思ったのがこの金のアネッサのミルクタイプ。これ振って使うタイプはなんか2液タイプで強いらしいです。ウォータープルーフ性が強くて汗とかにも強いらしいです。とにかく最強の日焼け止めが欲しいって人はこの金のアネッサのミルクタイプがいいと思います。だちょっと欠点としてはこれ塗ると結構白っぽくなるというか、あと黒い服とか濃い色の服につきやすいらしいんですね。白い粉が車の黒いシートとかにもついたりするらしいので、炎天下の中作業するとかレジャーとかで焼きたくない場合はこれがいいかなと思います。僕は普段はちょっとこっちの白くならないジェルタイプのやつを使ってます。まああまりこういう日焼け止めとか使わないかもしれないんですけど、結構肌が黒くなるのが嫌だとか、アレルギーがあるとか、結構赤くなって痛いとかっていう方はちょっとこういうのもおすすめです。これも日用品なんですけど、シーブリーズのボディーソープですね。これは自転車乗った後に、まあ、シャワー浴びたりすると思うんですけど、真夏だと。で、その時に使うとめちゃくちゃ涼しいです。ちょっとね、股のあたりを洗いすぎると人によっては痛いと感じるかもしれないので、それだけ注意してください。最後の紹介はこれちょっと失敗したやつなんですけど、首掛けの扇風機ですね。首掛けの扇風機、去年だったか2年前ぐらいに結構流行ってかけてる人増えてきたんですけど、炎天下の中のスポーツのシーンで使うもんじゃないなと思いました。っていうのも首掛けのやつ5000円以上するやつ買ったんですけど、それでもなんか風量があんまり強くなくて、ぶっちゃけこう BMX またがってさーって適当に走り回ってる方が風感じられるので、 BMX 乗るときに持っていく必要はないかなっていう感じですね。去年会社勤めで通勤してた頃は結構使ってて、ホームで暑い中待ってる時とかは結構良かったです。だからまあ普段使いにかなっていう感じですね。で、もし外で使うようなやつを買うんだったら、そのファンが結構でかいやつとか、バッテリー容量がでかいのとか、風量が強い首掛けじゃないタイプのやつを買った方がいいと思います。ちょっと余談なんですけど、夏って結構タイヤがバーストするっていう話をよく聞くんですよね。バーストっていうのはパンクのことですね。破裂するようなパンクなんですけど、で、前に YouTube でバーストについてコメントをいただいて、で、僕も気になっていろいろ調べると、やっぱり気温の上昇で気圧が結構上がるみたいで、で、その時に破裂するっていうのが起こるみたいなんですね。で、特に車の中で保管してると、
車内の温度って70度とか、場合によっては80度とかまで上がる場合があるみたいなので、その車内で保管してる方がバーストのリスクって結構高いみたいなんですよ。なので、夏場は車内で保管してる方は気をつけてもらった方がいいかなと思います。という感じで今回はあんまり BMX に直接関係あるものじゃないですけど、いろいろ紹介させてもらいました。普段は、How to のトリックとか、まあパーツのレビューとかもやってますので、もしよかったら、チャンネル登録などしてもらえると嬉しいです。あとは高評価などもいただけると、だいぶ励みになります。よろしくお願いします。